ェロ、無伴奏チェロを組み曲から、プレリュードとアルマンドやります。なんかブルーケンが、リコーダー奏者のブルーケンが編曲したんですが、なんチェロ奏者になった気持ちで演奏しろと書いてありますので、やります。おまけにあのリコーダーの底の穴の半分を押さえるとか全部押さえるというそういう技巧も使わされるので、うまくいくかどうかちょっと分かりませんが、よろしくお願いします。